ビド攻めの紋章ラトビアの歴史的な地方区分ビド攻めは、ラトビアの歴史的、文化的な地方区分の一つ。中央の地という意味で、ダウガバカワイ北の北中部を指す。中世のテッラマリアナのごく一部、スウェーデン領リーフラントの約半分に過ぎないが、ラテン語のリボニアをドイツ語化した、リーフラントとしても知られる。古代、リガ湾の近くやダウガバ川、 ガウや川下流域にはラトガレ人やリーブ人が定住していた。ビドセメの南を流れるダウガバ川は13世紀にドイツ人が到来するまでウガンのリーブ人、ラトガレ人と左岸のセミガリア人、セロニア人の境界線でもあった。リボニア戦争後、ダウガバ川ウガンのリボニア騎士団領取リガ大司教区の一部がポーランドリトアニア共和国とリーフラント公国に割上され、 左岸ではクールラント・ゼムガレン公国が成立した。1629年に結ばれたスウェーデン・ポーランド戦争のアルトマルク休戦協定でスウェーデンは IBX 手側までのリーフラント公国西部を獲得し東部はラトガレとしてポーランドに編入された。さらに大北方戦争でスウェーデン領リーフラントはロシア帝国に征服され1721年の ニスタット条約で正式にロシア領となった。ロシアはリーフラントにリガ県を設立1796年にリフリャント県に解消された。この県はビドゼメより大きくスウェーデン領リーフラントに匹敵した。第一次世界大戦後新たに成立したラドビアとエストニアに二分された。ありがとうございます。